まだしばらくは暖房が欠かせない道内ですが、灯油とガソリンの価格はわずかながら値下がりしました。今日発表された道内の灯油配達価格は平均で1リットル当たり122円6銭と先週より11銭値下がりしましたが、4週連続で120円を超える高値となっています。一方のガソリン価格は、あちらの店舗も163円ですね。先週よりレギュラーガソリンの価格安くなっている印象があります。レギュラーガソリンは札幌市内では1リットル160円台が中心ですが、道内平均では172円80銭と先週に比べ60銭の値下がりです。石油情報センターによりますと、元売り会社への補助金の効果で価格が抑えられていますが、来週は原油価格自体も下がるため小売価格がさらに下がる見通しです。ただその先の価格動向はウクライナ情勢次第と見ています。